そこがね、内出血いつもしてる、皆さんこんにちは、ゆずきちろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間がやってまいりました。さあ今回はこちらのメンバーで行くデッドバイデイライト、この MME っていう紙切れが何かしらになるという感じでね、とりあえずありがとうございます、意味は分かっておりませんけど、とりあえずね、お礼だけ言っておくスタイルでやっていきましょうか。さあ今回はね、どう立ち回っていこうかな。やっぱりその最近ね、脱出できているのが、多いんですけど、一番のやっぱりこの脱出できる要因の一つとしては、にゃんこちゃんマークがピカピカっつったらもうね、ダッシュしてその場を離れたりするとね、意外とこれ生存確率上がってくるのかなっていう感じでね、今回もこそこそ生存者の方々とこう挨拶してね、ちょんちょんとこれかわいい、みんななんかしゃがんだりしてね。これ今回はチェーンソー殺人鬼なんだね。で、にかけふこお兄さん2人、そしてめぐちゃんというね、安定のこれ今日パーティーでございます。カラス鳴いちゃったな、こっち来るんじゃないかな、やばいよね。一応ちょっとこの物陰に隠れて、危ない、あそこいる、危ない、ダッシュ、殺人鬼に見られてない、よしよし。で、今回もこの安定のにゃんこちゃんマークと、そしてね、もう固定させていただいてる足が速い、誰か一人ダウンした。あー、やられちゃったか。そして、もう一つがね、ホープっていう、アビリティの方をね、パークか、パークの方をね、つけております。で、このホープっていうのは最後のゲートが開いたらだったかな、最後の発電機を起動させたらだったかなっていう、なんかその条件下で発動するね、スキルとなっております。さっきコソコソしてたお兄さんが、やっぱりやられちゃったか。あそこちょっとでも離れとかないとね、こう殺人鬼にやられちゃうからね。しかもお兄さんいたところってもしかしたら隅っこのところにいたのかな。隅っこってもう一番逃げ場がないところだから捕まっちゃう。なんか殺人鬼がちょろちょろこっから見える気がするけどな、大丈夫かな。で、今回チェーンソー殺人鬼だから、あ、近く巡回してるね。いやー、これどうだろう、チェーンソー殺人鬼がね、一番救出困難になるんじゃないかな。救出しに行った時にそのチェーンソーでね、ノックダウン、一発ノックダウンをね、狙う殺人鬼なんで、これ多分他の人も助けに行けないんじゃないかな。もうね、私はね、我が身が可愛いので、どうしよう、ここちょっと宝箱今のうちに。あー、 A ボタンラッシュ来ちゃったな。いや、誰か助けに行くといいけど、あ、死んじゃった、諦めちゃって死んじゃった。まあそうだな、あんだけウィンウィンやってたらもう誰も助けに行けられない感じですよ、で、殺人鬼が、あのお兄さんがダウンしちゃって死んじゃったから、まあ、他にこうちょっと移動してんのかな。あれ、あ、そうだね、死んだね、で、にゃんこちゃんがついてる、こっち来てんな。で、意外とこの地下室がね、安定してるんだよね、ここね。真上かな、生存者いるかな、大丈夫かな。でも開幕早々さ、1分も経ってないのにもう1人行っちゃったからな、これ大丈夫か。ドキドキはしてるけど見られてはない。あ、遠く行ったね、よしよし。今のうちにどっち方面行ったかな、こっちか、大丈夫か。200ポイントいただき、近くに殺人鬼がいたからのポイントでしょうかね。さあ、発電機とりあえず1個つけたけど、他にね、どこか、この近くになかったっけ。でも殺人鬼が来てないと、もう今回もね、こそこそ安全対策しっかりやっていきましょうか。チェーンソーがもうずっとウィンウィンってんな。移動して、あ、にゃんこちゃんが今ついた、あ、見られてる、こっち方面向いた、やばいな、どうしよう、ちょっとここにこっそり隠れとこう、この草むら安全。向こう行ったか、いや近いな、どこだ、にゃんこちゃんがついている、気づかれないといいけど。さあどうだ、向こうに行ったのかな。いや、でもドキドキが収まらない、大丈夫か、安全か。殺人鬼はもしかしたらこう真ん中周辺をこうずっとぐるぐる回ってる感じかな、あとはこう発電機、この近く人がいる、どこだ、この先か、ここか、オッケー、あ、にかけふこお兄さん、マジか、直しちゃったやん、これこっち来るやん、マジかこれ。でもこれでとりあえず2つ発電機がついたから、あそこにもある発電機、どうだろう、あそこちょっと直しに行きたいけど、殺人鬼来るわな、そら来るわな、大丈夫か、ちょりっとこれいじりたいな。
で一応これです、発電機が2つついたから非常脱出口ね、最後の1人になったとしても脱出できる扉が開きました。うん、あとはじゃあ3つか、この3人の生存者で、まああと1箇所ずつ発電機を直したら、まあ今回これね無事脱出できるんではないでしょうか。さあどうかな、今回あんまりこの発電機ポイントが入ってないけど、うーん大丈夫かな。なんか今向こうに見えた気がした、奥の方にいないか、大丈夫か、安全か、安全はしっかり確認していきたい感じよこれ。にゃんこちゃんがついた、ここ見に来るな、ここ見に来るか、何してんだろうな殺人鬼。でもずっとチェーンソー振り回して走り回ってんだろうね。たまに運が悪いとその殺人鬼のこうチェーンソー振り回したなんだろ直線上にいたりするとねぐさっとやられちゃうから、これ要注意でございます。大丈夫か、よし、ここもつけそうだね、もうつけちゃおっか、つけちゃったらちょっと別の方向に猛ダッシュしていこうかな、これどうしようかな、寸止めにしようかな、つけちゃうか、つけちゃおう、いっちゃおう、よし、ダッシュドワッシュ、これ来た来た来た、殺人鬼来た来た、どうしよう、大丈夫か、こっちの隅っこらへんに、ここらへんにこっそりで、殺人鬼が発電機の方見に行ったはずだから、これでもうちょっと離れて、巻いていく、よしよし、うまくいった、言うやない。あと発電機は2つやぞこれ、おそこにもあるやん、これはいいよ、こちら側から、うん直そう、多分あの向こうに、あ見られてる、こっち来るか、やばい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 、大丈夫か、ここら辺にこっそり、どこ殺人鬼さん、え見られてはないけど近いな、一応この発電機ちょっと様子見に来た感じかな、これ大丈夫かしら、これよしよし、ここん宝箱や、あこんなとこに宝箱、一応ここちょっと置いて一応開けておきましょうか、ポイントね、200ポイント、ん発電機1個ついたね、よしよし、じゃああと1箇所だね、まあそこの1箇所で2人が作業してるのか、あ1人やられた、フラッシュライトか、フラッシュライトはもうこれ交換しておきましょう、やはり安定の救急キット、あダウンしちゃったか、大丈夫かな、もうこれどうするんだろう、あの生存者の方も助けに行かないような気がするな、私は一応ここね速攻直しますから、まあもう一人の生存者もきっと今発電機直してるんじゃないかな、あそこか、あ脱出した、あもしかして煮かけ服が壊れて、殺人鬼向こう見えたな、煮かけ服が壊れてて吊るすポイントがなくてうろうろしてた感じかな、もしかしたら、で、生存者がこう頑張ってもうコントローラーぐりぐり回して見事脱出っていう感じかな。いや私もねよく捕まってコントローラーぐりぐりするんだけど、私あの手のひらでもねぐるぐる回しちゃってて、そこがね内出血いつもしている、痛々しい感じでねこのデッドバイデイライト楽しんでおります。いや本当にあのぐるぐるするの指がどうにかなりそうになるからな、よし開いたぞこれで、そこ開けに行っちゃおうかな、来るかな、多分こっち来るんじゃないかな、向こうでも近いかな殺人鬼、どうだろう、一応こそこそさせていただきましょう、いけそうだ、チェーンソーも鳴ってない、よしよしこれいいぞ、これでは私のこれ道が開けるで、えいこれドキドキしてね、よしやったぜ1250ポイントゲット、こっち来るか、多分向こうにいるんだろうね、殺人鬼と戦争の地、あそこか、 あんなところか、あ、一人脱出した。嘘やん、これ。見捨てて脱出しちゃったやん、これ。マジか。ちょっとポイント欲しさにさ、ここら辺とか、ちょいと修理しちゃう？あそこ、殺人鬼いたよね、今。向こう行ったよね。様子見に行ったよね、これ。これ。じゃあこっち安全ってこと？こっちのじゃあ扉開く感じ？あ、違う！生存者が脱出したんだ。あ、宝箱や。いや、でもちょっとこれ開けられないな。大丈夫か？殺人鬼来ないか？ん？振り回してる。生存者が、逃げてる？にゃんこちゃんがついている、大丈夫か、こっち方面ではない、追われてんのか、まあ煮かけ服がねだいぶ壊れてたってことなんでしょうかね、あそう頑張ってたんだ煮かけ服お兄さん、これああそこだ、あそこの扉やばいな、来てるわ、大丈夫かな、どうかな、いる、います、だがしかし、来てみや、ほら来てみや、これ来てみや、これいや、やる気やな、あいつ。おい、行くわ。あぶね。あぶね。エスケープ。いや、頑張ってたね、もう一人の生存者の方、これ。
いや、よかった。無事脱出できるといいんだけど、どうかな。まだ脱出してない感じかな。さあ、そして今回のお楽しみポイントはね、こちら。ん？いくらかな？1万3000ポイント入りました。ありがとうございます。さあ、そして今回ね、アイテムの方、救急キットの方をね、ゲットでございます。お土産もね、いただいて、もうウハウハな感じでね、私はもうこれ、お家に帰ります。あ、よかった。3人脱出になったね。うん、よかった、よかった。はい、ということで、今回は3人脱出で、殺人鬼が1人殺したって感じか。あ、こんなパークあるんだね。で、そっか、殺人鬼側だったんだね、この MME っていうのは。で、殺人鬼、まあ、1人しか吊るせなかったから、ポイント低めとなっております。うん。いやー、よかった、今回。私があんまり見つからなかったからね、やっぱりコソコソ作戦は安定でしょうかね。うん、まあでも基本的にね、生存者はもうコソコソしていかないといけない感じなんですよね。で、これでレベルの方がどうだ、20、23レベル、うん、これでいけるね。バッテリー取ってと。さあ、これできました。レベル23レベル、メグトーマス。さあ、このパーク、あ、足の速いのがある。レア、ベリーレアパークや。うん。8000ポイントか、150%、足が速くなると。うん。じゃあ、今装備してる足の速いやつの上位版ってことだね。うん。いや、これ、速攻取りたいね。とりあえず、まあ、足速くなれば、なるほどね、殺人鬼からこう逃げれるので、あと、これ、なんだろう、ベリーレアオフェリング？鍵のマークか。初めて見たな、あれ。とりあえず下に抜けるルートの道をちょっと開通していきたい。ポイントが足りないな。うん。まあ、スポンジ取って、なんか瓶取って、そして足の速くなるパークを取っていくっていうルートでしょうかね。はい。ということでね、今回もまあ無事に脱出できました。いや、皆さんありがとうございます。まあ、もしかしたらその殺人鬼側も、始めたばっかりの方だったのかな。うん。なんかうまいこと見つけきれない感じでしたね。まあ、あとは肉掛けフックお兄さんが、まあ、各ポイントの肉掛けフックを壊して、まあ、殺人鬼がこう吊るすポイントがなくってもう右往左往するっていう感じだったのかなとは思います。うん、まあ、あの肉掛けフックお兄さんとメグちゃんがいる部屋だとね、よく起きる現象だね。肉掛けフックがもうほとんど壊れてて、そして捕まえようにもメグちゃんが足が速くってね、もうなんかイラつかされるっていうね、殺人鬼側のこれイライラがたまる、そんな感じのお部屋だったのかな、もしかしたら今回は。うん、まあでもとりあえず3人脱出できたのにはまあまあ、うん、良かったんじゃないかな。まあもう少しポイントが高ければなお良かったかなっていう感じですかね。はい。最近はね、私このメグちゃんを基本的に使ってるんだけど、メグちゃんでポイントを貯めたのを、あのいつも肉掛け復興兄さんって言ってる、あの人ジャックだったかジェイクだったかな、あ、ジェイクだ。うん、そのジェイクさんに振っててね、肉掛け服壊せるパーク出たらなんとかこれ使っていきたいなっていうね、計画をこそこそね、立てております。うん、まあしばらくはこの生存者側でねやっていくんだけど、まあこのメグちゃん、そして肉掛け服お兄さんのジェイクが使えるようになったら、いよいよこう殺人鬼にポイントを振ってね、ちょっとずつね慣れていけたら、まあ、動画にしたいなっていう計画をねこっそりと立てております。うん、なのでまだまだしばらくね生存者側としてやっていくと思いますが、そのうち初心者殺人鬼が行くみたいなね、デッドバイデイライトの動画もね上がるかもしれません。うん、気長にね待っていただけたらと思います。はい、今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだねデッドバイデイライトやっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。